くでも大丈夫だよ。くまたまありがとう。ありがとうございます皆さん。おはようございます。ありがとう。昨日と打って変わってまた違うイラストですね。 Thank you。 くまたはありがとう。おはようございます。ということで今日もよろしくお願いいたします。残り1分です。朝起きたら寝癖がすごかったので前髪の水を濡らしました。今日も頑張ろう。また星三集落でお会いしましょう。頑張ろうね。それでは皆さん、今日も一日、お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろ頑張っていきましょう。それでは皆さん、また後で、次の枠は6時18分からお会いしましょう。またねー。おはようございます。あーすごいたくさんお星様ありがとう。ありがとうございます。え、よし、おはようございます。はい、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろ頑張っていきましょう。三村ひなです。本日ビスイベント6日目なかなか混戦を極めていますが、もう今日ちょっとガッと上を目指していきましょう。よろしくお願いします。おはよう。ギフト違う、お星様ありがとうございます。うん、熊川ありがとう。書きます。なんか配信の時ちょっと重くてでビビった、やべって思ったんだけど、なんとか持ちましたね。ぴったりで始まったけど6秒ぐらいになってたな。クマギフトいつもありがとうございます。一応イラストを描かせていただいているけれども、ありがとう。ねえ、タコさんタワーとかハートタワーとかダルマタワーとか本当にたくさん、もう本当にありがとうございます。もうありがとう、ありがとうございます。
さっきの捨て星でカウントできなかったよという方は、カウントもよろしくお願いいたします。価値あるものって何、お金じゃ買えない幸せ、この世の中にはあるよね、それを具体的に。ありがとう、たくさんギフトありがとうございます。メガネ、どこへ、ウォーウォー逃げる、ウォーウォー聞き分けよくなって、咲いて咲いて。ありがとうございます、ギフト。なお星様1周分投げてくださってるかな。スロット2周目を多分みんな集めに行ってくる頃、行ってる頃だと思うので、私はお家じゃない、ここの部屋で待ってようと思います。歩きたくなってきた。ずっと子供でいたいよ、現実を見たくない、汚れていく自分なんて絶望するだけ、僕は僕でかまぼちゅ賢くなりたくはない、ずるいことをするくらいなら遠回りさせてくれ、なあ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 なはい、ということで残りこの枠は5分になります。みんなどうかな。駅のプラットホーム電車が近づく、あーなんかちょっと鼻炎気味になっちゃった。どうどう、みんな集められたかな。5まで49万、ちょっと減った、差が縮んでまいりました。頑張ろう、頑張ろう。ちなみにまだ親知らず抜いたとこ痛いっす。なんか虫歯とかなってんじゃないかな、なんか歯茎が上かさぶなってさ、そう奥歯のところになんか黒いんよな、なんか虫歯できてんじゃないかなと思うんだけど、自分でさなんか確認できないからさ、そうなんかあのちっちゃい鏡みたいなの入れんじゃないですか、歯医者って、あれだと分かんないよね。まだ痛くて、まあでもまだかなり炎症してるから、まだちょっと内出血も残ってるんですよね、ここが。ちょっと多分配信の画面だと分かりづらいだろうけど、ちょっとまだ黄色いのよね、オレンジっぽいというか、うん、あと1週間で治ったらいいけど、うん、なんかね、まだちょっと続きそう、痛みというか、うん、違和感と痛み。右はもう完全に大丈夫だな、残り3分20秒。この配信、この配信が29分までで、次が31分までなんで、31分からなんですけれども、カウントのね枠を更新するために配信を1回切らせていただきますので、はい、
人たくさんありがとう。誰もありがとう。どうやってんだろう。歯医者行った方がいいかな。ちょっと今日明日はいけないですけど、でもいやめんどくさいな。てかもしなんか虫歯とかになってたらさ、言われるよね、抜歯した時に、糸抜いた時に。ってことはじゃあ虫歯じゃなくてなんか着色的な、血固まっちゃってなんかついてるとかかもしれないから、まあいいや。まだちょっとなんかね、でまあいいや。残り1分半になりました。よし、男女読ませていただきます。13位シナモン48さん、11位マンデリンさん、10位滝沢さん、9位ナナシーさん、8位フレットさん、7位ベロさん、6位ナリス、変わりましたね、読みます。13位高尾ちゃんさん、12位フレットさん、11位ひよりげたさん、10位ベロさん、9位鈴人さん、8位エルトさん、7位ナリスタさん、6位ゾーンさん、5位突破球さん、4位ユースケさん、3位ひろしさん、2位昔からおじいさん、1位トシさん、ありがとうございます。ありがとう。残り30秒、じゃあね、一旦ギフトとお星様の手を一度お休めください。カウントみんなできたかな。残り20秒、一旦配信の枠を切ってすぐまた31分から配信させていただきますので、少々お待ちください。それじゃあ皆さん、また後でー。ただいまー、おはよう。はい、改めましてこんばんは、お疲れ様です。三村ひんのです。皆さん寝れましたか、寝れましたか、元気ですか、寝れましたか。ね、寝たすごいしつこい人みたいでした。おはよう。寝た？私昨日はちょっと遅くなったんだよね。2時半、2時15分、2時半ぐらいに寝たんだけど、意外と目覚めはすっきり。昨日がね、マジでね、結構ボロボロだったよね。なんかテンション感的にも、まあ中日終わってっていうので、なんだろう、悪い言い方をすると中だるみ的な感じでね、ちょっと疲れは溜まってたんだけど、もうね、ここ踏ん張りどころですね。本日6日目、ここ踏ん張って最終日にバトンパスしていけたらいいなというふうには思っております。でみんなも無理しないでね。うん、2時とかついさっき、それはそう。それはそうなんよ、ついさっきなんよ。でもね、なんか別にね、今そんな眠くないね。うん、まだ酵素ドリンク飲んでないから、これから飲んだらもっと元気になる。うんね、いやー、健康になっていきますね。三村ひろが健康になったらもう三村ひろじゃないけどね。あー、めちゃくちゃタコありがとうございます。たこ焼きのお店みたいな。あれ、熊タワー
ありがとう。クマタワー、これ私書いてない文だよね。書くね。もう一回書くわ。ありがとう、クマタワーも。よいしょ。ありがとう、ギフトありがとうございます。もうみんなありがとう、本当に頑張ろう頑張ろう。はい、せーの、ありがとう。どことなくうまるちゃん味を感じるよねこれね。私も書いてて思ったんだけどさ、うまるちゃんみたいな。ありがとう。この配信残り15分です。15分弱ですね実際は。恋はエイリアンなのか。みんな3週目できてるかな。この枠だと1週なんだけどね、多分配信始まったタイミングから開始になるので、うん、みんながまた集まってくるまで待ってよ。ドクダン。朝から今日テンション高めでいられるわ。ありがとうみんな。ね、あったかいコメントとかね、本当ありがとうね。ちょっとこうやってさ、いで、あーいで、こうやってさってるとちょっとまた股関節ガチャってなっちゃうから。痛いに僕を蝕んでく昼間の悪夢にうなされてる。愛した僕がいけないんだね。君はウイルスみたいに9人で粒をあげるよ。知らぬうちに探し求めてるワクチンは両思い。イエーイ、残り13分。そろっと3週、まあでも2週目投げてから行ってる方もいるだろうから、もうちょっとしたらかな。移された僕は何と戦えばいい。いつかはわかるさ、恋はエイリアンなのか。まさか集う体のどこかで気配がする。自分と違う何かがいる。恋はエイリアンなのか。よいしょ。うん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 I want to, I need to, I love you。 はい、ということでそろそろみんな戻ってきてるかな。3週戻ってきたよって方多いかもしれないね。ありがとうございます。この時間はね、枠が一番長くて19分あるので、もう少しまだありますね。あと11分あるので
少しゆっくりしていますが、いかがですかね、みんなどうですか、慣れました、このスケジュールというか、まあ朝5時半に起きるっていう。でもさ、なんか正直私思ったんだけどさ、やっぱステボシ、朝のステボシってさ、まあどうしてもちょっと早起きしなきゃいけないじゃないですか。そのステボシの分をね、メンバーと一緒にというか、私ですけども、そのメンバーはなんかめっちゃ他人事みたいなんだけど、そのね、あの一緒にそのステボシの時間に起きて、ね、ちょっと3分だけ会ってみ、じゃあまたねっつってできるのは結構いいのかなって思ったりしましたね。ギフトありがとう、本当にありがとう。見逃してないかな、クマタワーとか。本当クマタワーだけじゃなくても、同等のポイントたくさん投げてくださってる方いらっしゃると思うんだけど、そうそう、かける100、そのかける100っていう意味でね。ありがとう、本当に。まあ初見さん、あ、カウントありがとうございます。いとしさんははい、今日もね、丸一日かけて配信させていただくので、どうぞいつでも遊びに来てください。頑張ろう、今日食いついていこうぜあとはやっぱちょっと心配なのはみはるさんですよね。私も全然知らなくて、さっきツイッター、朝起きてからツイッター見て知ったんですけどね、なんかすごい心配ではあるんだけれども、まあ、体調不良とかじゃないらしいので、まあみはるさんね、ちょっと心配ではあるんだけれども、ね、大丈夫かね。全然ごめん、私も何も知らないんだけどね。クマタワーありがとうございます。まあ多分何かしら説明あると思うから大丈夫だと思うんだけどね。まあみはるさんがその少し落ち着くまでっていう話だったので、ちょっと待ってようね、みんなでね。私も普通に結構びっくりしたので、そう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 ね、よし、まあみんなもね、あんまりそれで、心配だとは思うんだけれども、まあ少し待ってあげてください。チュチュチュ、レモンチュー。全然ごめん、私もね、そう、なんか別になんか言えるほど知らないというか、何も知らないから、みんなと一緒だから、ちょっとよし、ありがとう、くまたわありがとうございます。 I want you, I need you, I love you。 よし、ということで残り7分30秒になりました。そろそろ星3周とカウント終わったかな、カウント忘れずにね。それではV E G E T A V A V S 野菜Sisters, yeah, yeah. どんな時キャベツ、人参、かぼちゃ、赤ピーマン、ほうれん草、ナスにごぼう、玉ねぎ、セロリ、ブロッコリー、大根、太陽昇って眩しい朝だよ。今日も一日力合わせて頑張ろう。
野菜ウォーウォーウォーシスターズ、はい、みんなウォーウォーウォー集合、イエイエイ、紫芋クレソンレタス、小松菜ビートアスパラガス、ケールパセリ明日は生姜、プチベール白菜、いいことありそうな晴れ渡った青空、今日も一日ハッピー、笑顔で行きましょう。畑から集まった25種類の底力、よいしょ、いいものを持ち寄って元気の20丸あげよう。幸せな時もそうじゃない時も、今日も一日夢を信じて頑張ろう。仲がいい私たち25種類の長所がある、大自然に育てられた元気の20丸、レッツゴー、野菜ウォーウォーウォーシスターズ、はい、みんなウォーウォーウォーおしぶこ、力合わせて頑張ろう、夢を信じて頑張ろう、イエイエイイエイエイイエイエイ。ということで、野菜シスターズでした。ありがとうございまーす。せい、ジェムちゃん懐かしい。ちょっとなんか、瀬戸にまた、瀬戸にみたいにまた組んじゃった。何日？何日だ？512日、ありがとうございます。すごい。この枠は残り3分です。みんなカウント星投げ3周できましたか？次は7時32分から星1周の枠でございます。7時32分の配信開始から星集めになるので、皆さん1時間ほど何もせずっていうのもあれだけど、今ちょうどね全部投げちゃったと思うので、そう次の星集め開始時刻が7時32分からなので、配信来たタイミングから私の視聴ボーナス受け取ったタイミングから一周が開始になりますので、ちょっとね休んでてください。まあ、それでね、ちょっと寝坊しないようにあ、やべ遅れちゃったないようにね、ツイッターはさせていただきますので、もしよかったらツイッターのね通知、あとフォローしてくれてますかね、どうだろう、フォローとかもよろしくお願いします。残り2分です。朝はね少し時間があるからいいよね。ギフトありがとうございます。ありがとうありがとう。ということで本日も頑張ろう。今日はテーマとしては、先日やったロリータ、水色のロリータの時みたいな感じで白メイクというかロリータメイクをちょっと
もう一回やってみようかなと思ってます。はい、今日はそんな感じのテーマで、その水色のだけじゃなくて、なんか他のお洋服とかも着れたらいいなというふうには思っておりますので、よろしくお願いします。なので白ウィッグをかぶると思ってもらえるといいかな。はい、そんな感じです。よいしょ、ありがとう。すごい差が縮まってる。5位まで34万、始まったタイミング50万ぐらいあったから、すごい、みんなすごいです、ありがとうございます。多分ね、上は上で配信してると思うから、それぞれこうやってなってる中で、こうなってる時にこうやってちゃんと私たちが下からこうね、差を縮められてるからすごいですよ。実際はだから20万以上ですね、30万ポイントぐらい多分加算されてるのかな。ありがとうございます。あ、ということで残り30秒、13位豊だるまさん、13位フレットさん、12位豊だるまさん、11位トールさん、10位マンデリーさん、9位高尾ちゃんさん、8位鈴人さん、7位ひよりげたさん、6位のむさん、5位ちくりんさん、4位突破球さん、3位ひろしさん、2位としさん、1位昔からじんさん、ありがとうございます。それじゃあまたねー。どう、みんな調子はいかが。この枠では星一周、多分今解除されたので、ルーム回ってもらって星一周してもらうのとカウントですね。よろしくお願いいたします。よし、このオフボーカルのねバリエーションを増やしてきた、さっきギフトありがとう。そう、意外と AKB のね楽曲って昔のやつオフボーカルがダウンロード制で、私サブスクの LINE ミュージック使ってるので月額の払ってる会員系のやつなんですけど、その AKB のオフボーカルのやつ、そう、なんか昔のはね、あれなんよね、別で料金を払って買うやつだったけど、なんか最近のやつ願い事の持ち腐れからは全部聞けるんだね普通に。で NGT はね、ちなみに春どこまでなんですよね。そのなんか他はスペシャルエディションっていう形でね分かれてなくて、オフボーカルがそもそもないっていう。オフボーカル欲しいんだけどな、私個人的にインスト好きだからさ、っていう雑談もしつつね、おはようございます。なかなかね眠いんですけどね、まあでも今ね元気を比較的、ちょっと目が乾いてきた。ああのね、眠い時は目乾いてるらしいから知らんけど、ギフトありがとう。見逃してないかな、ありがとうね。今日もお仕事ですか皆さんもうお仕事出発する時間ってか、もう出てる時間か、基本的には。いや、いい曲やな、サステナブル残り6分です。お仕事頑張って、水飲みたい。あてか矢作ちゃんさ、めっちゃ痩せたよな。聞きたいダイエット法マジで。なんかめっちゃスッキリして、ただでさえもともと可愛かった矢作ちゃんがさ、なんかさらに可愛くなって、私なんか復帰の時のさ TikTok ライブもリアルタイムで見てたんだけど、可愛いし歌うめえし才能しか感じんマジでいやさすがですね、
でもね、ちょっとサステナブル久々に聞いて思ったけど。一応ね、多分今も LINE は持ってるんよね。どうだったっけな。うん、持ってるはず。うん、持ってる持ってる、そうそうそう。だからなんかその時に言ったんよね。そう。いやでも努力ですよね。いいな、私も痩せたい。あたいも痩せたい。あ、ねえ、レインボーギフトありがとうございます。やっぱスタイル良くないと、アイドルだからさ、スタイル良くないとちょっと別に何かこう特出したものがないから、ちょっとスタイル良くないともうそもそも土台に上がれんからね。ちょっと痩せよう、痩せようぜ。5キロぐらい痩せたい。5キロぐらい痩せたいって言うとみんなね、いやもう全然痩せなくていいよ、今のままでいいよってね、結構みんな言うんですけどね、違うのよ。もうね、現状結果としてね良くないから。うん、痩せたら世界変わるってめっちゃ親に言われるの。親に言われんだぜ。親にさ、いや日野は痩せたらもっとね世界変わると思うよっつって、そう、親に言われんだぜ。もう逃げ場ないやん。いや、なかなか痩せづらい体質なんですよ私。そうそうそう、まあ、両親ともに別に痩せ方じゃなくて、どちらかというとなんだろう、なんだろう、しっかりと体格ある方だからね。うん、そうだから痩せんだんよね。うん、なかなか難しいですね。そのめちゃくちゃ太ってる時から痩せるのって簡単だけどさ、なんか今なんだろう、別に一般的に見たら平均より少し、平均よりは低いみたいなぐらいだからさ、ってなった時にね、なんかね、そっから痩せるのってまた難しいっすよね。他のメンバーに聞いたりするけどね、結局ね自分に合った痩せ方しかできないからねっていう、なんでそんな話してるのか分かんないですけど。いや、いいっすね。残り2分半です。みんなカウントと星投げできましたか？ギフトありがとうございます。よいしょ。お仕事いってらっしゃい、みんな頑張って。次の枠は9時30分です。よろしくお願いします。ちょっとね、2週分なので1時間空きますが、よろしくお願いいたします。ということで残り2分、できることならば、よし。例えばね、遅らばせながら根も葉もルーマーを聞いたんすよね、 MV、 あのこの前出てたやつ。ちょっと忙しかったからさ、もう ご覧の通りね見えなかったんだけど、さっき、ほんと今ついさっきね見たんだけど、感動しましたね。ナナさんに会いたくなったわ。あれってルーマーなのかな、ちょっと後でちょっと調べてみよう。次の枠でちょっとみんなで、ネモハモルルモアなのかルマーなのかルムムーなのか分かんない、ちょっと考えようぜ。ということで男女読みます。13位 NKL さん、12位アップルシードさん、11位、あ変わりました、13位ハルさん、12位カズヤさん、11位フレットさん、10位ユウスケさん、9位ゲンゴロウさん、8位カツさん、7位ヒヨリゲタさん、6位大仏くんさん、5位エルトさん、4位ヒロシさん、3位黒重さん、2位としさん、1位昔からおじいさん、ありがとうございます。ということで残り30秒ですね。星投げカウントできたかな、ありがとうね。これからお仕事の方多いと思います。いってらっしゃい。もしね9時30分からの星2周
参加できるよっていう方は、遊びに来てください。8時33分に星解除になりますので、またその時ツイッターで告知させていただきます。通知取ってもらえると、あ、やべっつって、あのすぐ始められるはずなので、よろしくお願いします。それでは皆さん、またね、バイバーイ、いってらっしゃい。お疲れ様です。よいしょ、ちょっと待ってね、これかもうちょっとね、聞いて、これね、これあのイベント開始の時に買ったホワイトボードなんですけど、そろそろなくなってきた。前もうちょっとかけてたのに、早すぎじゃないか、なくなるの、インクが。こんななくなることある？ホワイトボードマーカー早すぎでしょ。たくさんに、確かにいっぱい書いたけどさ、早すぎじゃない？早すぎますね。はい、ということで、お疲れ様です。こんにちは、よいしょ。この枠は9時45分ぐらいまでやります。お疲れ様。アカウントとか星とかありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ちょっとね、また5位まで差が空いちゃってるんですけど、頑張っていきましょう。いや、もう頑張っていきましょうっていう声掛けが合ってるかどうかすらも私わからないからね。なんかもうなんかね、私スタンスとしては本当お力を貸してくださいっていうスタンスでやらせてもろてるんですけれどもね。ありがとうございます、ギフト、ありがとう。本当、いや、もう本当に力を貸してください。もうありがとう、なんかありがとう、マジで。なんかね、どうやって感謝の言葉ってありがとう以外にないんですかねっていう話をたまにしてたことあるんですけど、ありがとう以外に感謝の気持ちを伝えるには何、恩に着るとかですかね。恩に着る、感謝、ありがとう、 Thank you、 Thank you、なんだろうな、あと、片付けない、まあ片付けないちょっと違うか、オンに着る、みんなギフトオンに着る、なんかそういうキャラクターの人みたいそういうキャラクターの人みたいですけどね、それはそれでありなのかもしれない。ギフトありがとうございます。もうみんなね、ギフト投げる、ギフトとお星様と投げてくれてるからさ、でそこ、ここの枠は2周だから、もうみんなね、星集めに行ってるから、コメントもね流れないから、ちょっとしか流れないから、ツッコミもいないっていう、めっちゃ喋ってるけど、すんごい、私すごいハイペースで喋ってるけど、どちらかというとみんな多分今仕事中だから無音なんだよね。無音の空間にめっちゃ喋りかけてる人になってるんだよね今すごい喋るじゃん。まだ寝てないですね今日は、朝起きてからまだ寝てないので、仮眠取ってないので元気で、このあとちょっと朝昼代わりのご飯を食べようと思うんだけれども、うん、ご飯食べたら眠くなるかもしれないね。やばいね、よくないっすね。ピーヒャラピーヒャラありがとうございます。お星様カウントどうかな、星1周目投げれましたかね。ちょっと相変わらず顎痛いですけど、ね、ありがとうございます。この枠は15分、残り10分です。そう、さっき言ってた通りなんだけど、ネオハモルーモアのさ、ルーモアの発音をさ調べようぜっていう、ルーモア噂、 Google 先生、 Google イングリッシュください。あ、聞こえない。Rumor.
Rumor. Rumor. ネモハモ Rumor です。元の発音に近い喋り方だね。Rumor. Rumor. あ、ま、ま。Rumor. Rumor. Rumor. Rumor じゃなくて Rumor だね。なるほど。じゃあみんなネモハモルマーって言いましょう。ちょっと面白い。なんで声低くなる。ネモハモルマー、ネモハモルマーらしいね。いやわかんない、公式見解的に音出てるのかわかんないけど、一応英語の Google 先生の英語だとルマーですね。ルマー、ルマーではないね。ルモーでもない。発音のねスペルはね MER だから、そういうことだと思う。 O と A ですね。ルマー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 ルルルマールマー、あと R だから舌を巻く感じにはなると思うけれども。ありがとう、ギフトありがとうございます。ということでRepeat after me. ルマー、ルマー、ルマー、ルマー。Okay. Have a nice day. Yay. 私ね英語好きなんですけど、ちょっと英語好きなんですけどね。なんかうちに英語の歌詞あったっけ ？NGT になんかあったっけ？なんかあったっけ？なんか英語の歌詞あったっけ？NGT にあるっけ、なんかあったかな。オーサムね、やっぱオーサムか、オーサム、あ、オーサムの発音、アーサム、アーサム、オーサムだって。いや違うのよ、素晴らしいって意味だからこういう発音になるのはわかるんだけどさ、アーサム、ちょっと面白い。Awesome, awesome. Awesome, awesome. Awesome? 発音。Awesome, awesome. Awesome というよりかは Awesome に近いんだ。Awesome, awesome, awesome, awesome. ってことかな。Awesome. Awesome, awesome.ムは M だね。アーサム。アーサム。ムのね。アーサム。アーサム。あ、じゃあ、オーサムというよりかは、アに近いオだね。アーサム。あと、なんかあったな。オーサムの英語の歌詞、いろいろあるんだよね。あと、何があったっけ？ギフトありがとうございます。わちゃごなだ。そうそう、わちゃごな。What you gonna do? 残り5分50秒です。What you gonna do ってどういう感じだったっけな。What you gonna do? そうだよね。What you gonna do? What you gonna do? 何をするつもりって意味なんか。そうだよね。gonna って未来形みたいな感じだったもんね。What you gonna do? Google 先生いないかな。翻訳。あった。What you gonna do? What you gonna do? かわいい。What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do?What you gonna do? 今どこで？What you gonna do? 誰と見る？What you gonna do? What you gonna do? 何をしようとしているんだろう？What you gonna do? おー楽しい。あ、クマタワー、ありがとうございます。
ありがとう。見逃してないかな今まで。ありがとう。書きますね。ちょっと待ってね。What you gonna do? What you gonna do? 何をするつもりっていう言い方だね、これだと。楽しい、ワクワクしてそうな言い方だけど、曲的には違うけどね。実際はいろんな言い方ができるわけだ多分。ありがとう。よいしょ、ギフトありがとうございます。ペイしてる。 What you gonna do? Awesome, awesome. 残り3分だよ。ありがとうございます。よいしょ、ありがとう。熊田はありがとう。 What you gonna do? 英語楽しくなっちゃった。え、待って、一番最初何の英語の発音したんだっけ。あ、ルーマーか。ルーマールーマールーマー。およいしょ。 What you gonna do? What you gonna do? ありがとう。あ、残り1分になった。よし、はい、ありがとう。くまたはありがとうございます。よし、団長呼びましょう。13位のんのさん、12位クリキントン長官さん、11位はるさん、10位ベロさん、9位ナリスタさん、8位鈴人さん、7位突破球さん、6位高明さん、5位みーさん、4位東吾さん、3位ネルスさん、2位トシさん、1位カッチャーさん、ありがとうございます。ありがとう。熊田はありがとうございます。ギフトもたくさんありがとうございます。ということで、アッサムアッサム、はい、素晴らしい日になりますように。バイバイ。次は11時36分です。ホチさん、お願いします。お昼ですので、ぜひご参加よろしくお願いいたします。ギフトありがとう。そして服をね、一瞬着ました。一瞬着ましたっていう表現は違うか。変えました。前になんか意外と見たことあるだろう白い服ね。まあだからこっからカラコンを入れてメイクをしますっていう感じでございますよ。ギフトありがとう。お星様投げれたかな。残り1分です。じゃあ12時25分の配信で皆さんお会いしましょう。よろしくお願いします。
ありがとう、お昼忙しい中来てくれてありがとうございます。12時25分からの配信もよろしくお願いします。この組み合わせ合わないまたね、ありがとう、またね。こんにちは、お疲れ様です。よいしょ。よし、はい、ということで始まりました昼の部3週の枠でございますけれども、いかがですか皆さん、星投げれてますか。ギフトありがとうございます。元気、みんな大丈夫、元気ですか。ちょうどこの時間はね、だいぶ眠くなってくるかなと思うんですけれども、いてててて、私もねご飯食べたんだけどね、お腹に空気が溜まっちゃって苦しいんよね。なんか変な食べ方しちゃったのかわかんないんだけどさ、こうご飯食べるとさ、あのお腹膨らむじゃないですか。あれってその質量じゃなくて、ご飯と一緒に空気を食べてるかららしいんだ。ご飯何、空気を食べてるかららしいんだけどさ、なんかそれを私吸いすぎちゃったらしくて、今現状お腹苦しい状態ですね。変な解説いてててて、そうだね、この枠は12時36分と37分の間に一回更新を挟ませていただきますので、よろしくお願いいたします。じゃあね、まずはカラコンをつけていこう。今日はね、朝告知した通りでございまして、以前一回やったロリータ服を再挑戦しようと思っております。でね、そうだからコンタクトをね、水色のコンタクトをつけるんだけど、よし、そう、それで浮かないように白い服にしてます今日、今はね。ういすごいね、柄みたいな柄のね、本当に目じゃなくてね、マジでね柄、もうこの何カラコンは、ちょっと見せるわ、こういう柄なんですよ。もう柄でしょこれ。ちょっと今私裸眼だから何も見えてない状態だけど、よいしょ、残りこの枠は6分30秒です。よし、海岸すごい、オッドアイだ。12秒っぽい。ちなみに赤のカラコンはまだ持ってないんですよね。まあなんかのコスプレの時に多分買うことになるだろうけど、まだ赤のキャラクターやったことないから、オッドアイです。まだね、今お仕事中の方多いかもしれないね。ありがとうございます。よし、じゃあもう一個つけるね。シュッ。そうだな、何のコスプレやりたいかな。よいしょ。ちょっと待って。
もう一回。これ次の曲なんだっけ。何してたっけ。何の曲これ。あ、出演ありがとうか。じゃあ。じゃん。水色めめ。水色めめなりましたよ。ちょっと焦点ずれちゃうんだよな。すごいよね。全然印象変わるよね。わかる。残りこの枠4分です。どうみんな、どんな感じですか。あ、クマタワーありがとう。よし、よいしょ。ありがとう。残り3分です。お星様投げれたかな。みんなどうですか。ありがとう。クマギフトありがとうございます。泣いたい。ありがとう。残りこの枠2分です。よし、すごいよねカラコンって。まあなかなか普段使いはこういう色はねしないけどさ、ちょっとノーメイクでやってるから浮いちゃうけどね、この感じだと。ちなみにこれね、黒髪を隠すとね、白飛びというか黒飛びしちゃうのよね。黒髪があることによってちょうどいい光具合になってるんですよ実は。ちょっとね見ててほしいんだけど、これ普通のやつね。ってね、黒髪を隠すことになると、そのなんてコントラスト的な意味で、あの目がね光が薄くなるんですよ。なんでなんすかねマジでなんでなんだろう、わかんないけど。っていう。よし、字幕ではじゃあ他のアイラインとかやるかということで、じゃあ1分ほど少々お待ちください。男女読みます。13位少年ボーイさん、12位ハルさん、11位サクツーさん、10位シナモン48さん、9位ルカさん、8位ゾーンさん、7位トールさん、6位ドラーさん、5位ベロさん、4位カズッチさん、3位エルトさん、2位ヒロシさん、1位トシさん、ありがとうございます。ということで1分少々お待ちください。ありがとうございます。もうちょっとやんね。またね、ありがとう。
たね。この枠は、この枠は50分まで。ギフトありがとうございます。よし、ちょっと映っちゃう、これが51分までね。よし、めっちゃ揺れ動くじゃん。ギフトありがとうございます。こんにちは。あら、ありがとうございます。ほぼ初見という方で、初見で髪の毛じゃないわ。目青だけどいいっすか。あ、熊20連ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、おはよう。こんにちは皆さん。あ、すごい、めちゃくちゃ激戦区や。よいしょ、熊田はありがとうございます。頑張ろう。よいしょ、よし、まだ諦めないぞ、私はまだ諦めんぞ。まだ諦めんど。よし、ありがとうございます。クマタワーありがとう。2連クマタワー2連。なんかどうしよう、クマタワー2連。もう一回北海道書こう。もう一回北海道書こう。北海道が書くの上手くなる配信なの、もうこれ。よいしょ、はい、ありがとう。ありがとう。ギフトありがとうございます。明日のタイムスケジュールをね、ちらほら考えてるんですけど、明日に関してはそうだな、みんなが来れる時間がいいと思うよね。そう、枠数どうしよう、どうしようかな。でもカウント枠はね、もったいないからやった方がいい気もするような気もするんだよな。どうしようかな、悩んでる。悩んでますね。ちゃんと悩んでるんだけど、悩んでますね。ギフトありがとうございます。まあラスト枠をねできた方がいいからね。ギフトありがとうございます。
ありがとう。よし。じゃあちょっとメイクする？ちょっとだけメイクする？どうしたらいいかな。残り8分半。なななな、めめめ。よし。ちょうど3周、そろそろ集めきれる、集めきれるじゃないか、あ、でも集めきれる時間かな。ギフトありがとうございます。あ、くまたまありがとうありがとう。ちょっと待ってね、書くね。みんなもさ、忙しい中来てくれてありがとうございます。明日の来れる時間はちょっとみんなにインスタの質問箱とかでちょっとアンケート取るわ。アンケート取ったらツイッターに投稿するわ。そうしよう。ありがとう。くまたまありがとうございます。よし。さてメイクなんですけれども、あー、物を落とした。ちょっともうここの机がもうとんでもないことになる。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとう。もうみんな大丈夫？眠いですか？眠くないですか？元気ですか？もう実は限界って人多いんじゃないの眠くて限界っす、この時間みたいな。大丈夫？大丈夫か？みんなまだ走れるか？いや、ちょっと被ってない状態で言うことじゃないな。みんなまだ走れるか？走っていけるか？頑張ろうぜ。よいしょ。よいしょ。ちょっと今戻りますよ。よし。ほ。ギフトありがとうございます。残り5分でーす。あんな、え、めっちゃ鏡濡れてる。なんで、なんか私変な、よいしょ、なんかあれか、なんかの上に置いちゃったのかな。めっちゃ濡れてた。こぼしたのかな。湿気かも。待って、湿気かもしれん。これ鏡湿気のやばいだろゆうたありがとう、ありがとう。どれ使おうかな。ダダ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 ダ。おおおお。ノーウェイ、ノーウェイメン、ノーウェイマン、ノーウェイマンです。よし。
今家の湿度計は62度になってるわ。どんなんだ、高いかな。 27.8 度の62度だ。61が 62% なんだけどさ、微妙いい。あ、ちょっと書くだけで全然変わって見える。あ、なんかちょっとショールーム重いかも。ペダルこいでは他車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗が溢れ出す。急な坂道は続いてる元。ありがとうございます、ギフトありがとう。ありがとう。もしかして今結構配信してるみんな。結構配信してる、もしかして。残り2分です。12時台はやっぱりね、お昼休みじゃないですか、みんながね。だから配信カウントワークでお会いしましょう。ちょっとメイクも進めておきます。カラコンつけられてよかった、みんなの前で。はい、ということで違う違う、はい、壇上読ませていただきます。ちょっと待って、本当にやばい、ショールームが。ちょっと待って、動かない。13位、あ、待って、読めない、ごめん。13位滝沢さん、12位ごもっともさん、11位フレットさん、10位トールさん、9位高尾ちゃんさん、8位エルトさん、7位ゆきりん55さん、6位突破球さん、5位 MS さん、4位ひろしさん、3位鈴人さん、2位としさん、1位昔からおじいさん、ありがとうございます。ということで次の枠もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、夕方からも頑張ってください。またねー。 OK、 お疲れ様です。こんにちは、三村です。メイクを進めました。ちょっとあんまり分かりづらいかもしれないけど、メイク しました。これちょっと、もうなんかカラコンが浮くからあんまりメイクをね、ちょっと分かりづらいと思うんだけど、ちょっとね、なんていうのかな、アンニュイな感じでメイクしてみました。お疲れ様です。カウントワークということで短いのでね、またすぐ終わっちゃうんですけれども、次の枠は14時39分、2時39分からでございます。よろしくお願いします。みんなカウントできてるかな。ありがとうございます、カウントありがとうございます。忙しい中来てくれてありがとう。この時間一番忙しいと思うのよ、お仕事の方はね。なんだけどありがとうございます、時間見つけて
来てくださりありがとう。本当にありがとう。次枠は14時39分からです。よろしくお願いいたします。ありがとう。それでは皆さん、また次お会いしましょう。またね、ありがとう。よし、ギフトありがとうございます。ギフトありがとう。星もありがとう。ちょっと白メイク足して累計1000万ポイント超えた。ありがとうございます。みんなのおかげですね。ありがとう。サンキュー、テンキュー、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。頑張ろう。諦めないぞ。諦めないぞ。インタビューもね、公開されましたね。後でちょっとツイッターにリンク貼りますね。そして本日こちらをちょっとね、つけられるか試してみようかなと思いました。白つけまです。これをちょっとつけられるか試していこうと思います。でもちょっとバサバサなんだよな。もしかしたら違和感しかないかもしれないけど、まあおもろいからやるわ。やいもも、うお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 。このね、つけまつける用のやつ、つけまつける用のやつをつけるんですね。よし、じゃあ声乾かします。お星様ありがとう。ね、今日さ、夜の枠をさ変更するかちょっと悩んでるんだよね。なんか10時から配信した方がいいんじゃないかっていう風にさ親と話してて、そうなのかな、どうしよう、悩んでるんだ。でもまあこれ考えるのちょっと大変っていうのはあるんだけど、別に変えるのは問題ないんだけど、どうしようかな。そう、見てもらえる時間帯がさ10時とかってやっぱ多いじゃないですか。悩んでるんだよね。でもじゃあそこに、じゃあ枠作るとしたらどこ移動させんのって話だから、ちょっとそれも困るんだけど。何もうおうおう乾かしてます。イエイイエイイエイ、よりもおうおうおう、イエイイエイイエイ、よりもおう。え、すごくない？もうこれもなん、なんだこれっていう。よし、つけられるかな。なるほど、こんな感じか。ちょっと手取りたい。イエイイエイイエイ、よいもよいしょ。よし、ギフトありがとう。見て、すごくない？もうちょっと浮いてるけど、めちゃくちゃすごい。めっすごくないですかこれ。ちょっとでも痛いかもしれん。あんま長時間つけられないかも。
横にずらすわ。すごくね。なんかまっ、瞼同士がくっついちゃったでね、のりでやってるんだよ。いいね。残り8分30秒。難しいかな。あーちょっと待って、こうかな。ギフトありがとう。これ初めてつけっからね。よいしょ。あれ？あっとった。すごいよね。ちょっと長すぎるかもしれん。ギフトありがとう。これなじませるためにどうしようかな。すごいよね。長い。反対もつける。すごっ、すごっ。ちなみにこれ初めてつけました。すごくない？これを浮かせないためにするにはどうしたらいいんだろう。おもろいもんね、このレベルは。もうちょっと
目だけ呪術廻戦の五条悟みたいになっちゃったよいしょ、ちょっと白くなるはず、よいしょ、ギフトありがとう。ちゃん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 、くわ10連ありがとう、よいしょ、またはありがとう。すごいなこれ。残り3分か。ちょっとこのマスカラだけ塗っちゃおう。白いマスカラがないからちょっと黒が浮くんだけど、まあそこもご愛嬌ということで、よし、ギフトありがとうございます。頑張るぞ、今日中に追いかけよう、背中を、3位の背中を追いかけよう、お願いします。どうかこの目で言うのおもろいですけど、書くね、ちょっと待ってね、ありがとうございます、ありがとう。ギフトありがとうございます。残り1分半、このじゃあ私はこの次の時に白のアイライナーで描いていこうと思います。ちなみに今ちょっと足すと、今ちょっとここに足すとこんな感じ、こんな感じになります。よし、じゃあ壇上呼びますね、ありがとうございます。13位マゲさん、12位高尾ちゃんさん、11位ニルスさん、10位ベロさん、9位 A ちゃんさん、8位トールさん、7位成田さん、6位突破球さん、5位高明さん、4位東吾さん、3位トシさん、2位昔からジンさん、1位ひろしさん、ちょっと待って名前変わったな、13位ニルスさん、ニルスさん、ベロさん、エイちゃんさん、トールさん、ナリスタさん、トッパキューさん、コシイブキさん、タカアキさん、トウゴさん、トドマルさん、トシさん、昔からおじいさん、ヒロシさん、ありがとうございます。ごめんね、早読みになっちゃって。ということでラスト10秒ありがとうございました。次の枠は4時41分からです、よろしくね。はい、ローレー、一応三村ひのです、こんにちは。今日1着目ですね、これが、この全身白、メイクこんな感じ、ちょっとね白飛びしちゃってるからね、何とも言えないんだけど、こんな感じ。残り2分です。
もうお昼いなかった方とかマジで分かんないよね。これ白のつけまです。今日はこの白メイクに乗じて、もうね、上くらいついていけるといいなって思っております。よろしくお願いいたします。残り1分15秒です。星投げできたかな。もうこのあとその2周目分を、その違うわ、5時半から配信がありますので、5時半になったらまた遊びに来てください。お待ちしてます。イエイ、ヨロピクミン。残り40秒ぐらいです。お王様とかカウントありがとうございます。ギフトありがとう。ということで、みんなよろしくお願いします。次星3周ね、よろしくお願いいたします。それではまたね。なんでだと思う？私わかんないんだけど、なんでだろう。そうなんよ、めちゃくちゃでかく見えるんだけど、なんで？もしかして白髪だから、白髪だからなんか、あ、ちょっと待って、あ、これだ。いつもショールームをご利用いただきありがとうございます。以下の不具合が発生しておりました。アップデートすると配信ルームのタイムラインで配信者のニックネームが大きく違うな。あれ、まあいっか、まあいいや、後でにしよう。すごい、めちゃくちゃおもろいぐらい名前がドカンっつって、みんなのギフトありがとうございます。ありがとう。よし、この枠ではね、11分間配信して、残り8分30秒でございます。そう、こんな感じ。こんな感じです。ギフトありがとうございます。積み切ってほしい悲しみは風に流されて、何もない空を、美しい空を、青空を僕は信じる。ああ、突然予期せぬ嵐が来たって、あなたは絶望をなんかしてはいけない。待っていてほしい、見上げててほしい、この空は立ち直ってゆく。太陽は昇り、そしてまた沈み、永遠に光り輝く。僕たちは叫び続けよう。たった一つだけの真実。ギフトありがとう。恋人よ、星を見ているか、
新しい明日の兆しを、全てを真っ暗にしてから、みんなでやり直そうぜ。ギフトありがとう、たくさんありがとうございます。ああ世界はどこまで青空なんだろう、ああここから果てまでまさをならいいのに、微笑んでほしい、泣かないでほしい、幸せになってほしいんだ。嘘のない空を、限りない空を、駆け巡る鳥が希望だ。ウォーウォー、僕たちは叫び続けよう。ことのない世界へ、青空を僕は祈ろう。歌詞わかんなくなっちゃった。ありがとうございます。白要素強すぎてさ、もうなんかもう目に光が入んないんだよね。目に光が入んないからさ、どうしようって。そう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 、よいしょ。ギフトありがとうございます。期末テストの勉強中は手が離せないよ。そうだ、君のことは大好きだけど、ごめんね、今は遊んであげられない。悲しげな顔しないで、もうちょっと待っていて、後で僕だっていっぱいいっぱいキスをしたいけれど、やらなくちゃいけないことまだまだあるんだね。だから今どっか愛を我慢して、どんな風にキスをしようかそこで考えてって。だっけ、ちょっと待って、歌詞わかんなくなっちゃった。後で、歌わないんかいっていう。いやもう見たら時間があと2分40秒でしかなかったので、まあでもすぐまたね、7時42分から次の枠でカウントしていただく、あの枠作らせていただくのでよろしくお願いします。みんな頑張ろう、まだまだ頑張るぞ。走っていきますか、まだまだいきますか。フェイヤーLet's go! いやーありがとうございます、本当に。ビスさんのね、インタビュー記事が多分今日公開されてて、まあ、見てくださった方いらっしゃると思うんですけれども、そう、なんかね、自分のその表現、いろんな表現っていうので、ビスさんの世界を表現できるお手伝いをができたらいいなっていうふうに思ったし、それに、まあ、加えて自分が三村ひのとしての表現じゃなくて、全く何か違うものになって表現してみるっていうのが素敵だなっていうふうに思ってまして、はい、
やりたいですね。目指したいですね。頑張ろう。頑張ろうぜ。よろしくお願いいたします。みんなの王様、王様たち、一つ一つが必要です。みんなの力が必要です。どうかよろしくお願いいたします。こんな顔で言うことじゃないかもしれない、もしかして。はい、ということで、壇上読みます。13位はるさん、12位まげさん、11位るかさん、10位クリギントン長官さん、9位ゾーンさん、8位トシさん、7位ベロさん、6位コシイブキさん、5位突破球さん、4位カツさん、3位ヒロシさん、2位トーボさん、1位昔からおじいさん、ありがとうございます。じゃあまたすぐ配信、やらせていただくので少々お待ちください。またね、一旦ストップ。世界の誰もが幸せになる涙なんか流すものはいない。悲しみの種は全て消えるだろう。願い事の持ち腐れ、一度きりの魔法なんて、あれもこれも欲が出て今すぐに決められないよ。迷ってるうちに黄昏。ギフトありがとうございます。ありがとう、感謝。ある日些細なことから争ってる二人がいた。僕は思わず願った、仲良くしてと。僕にとってたった一度きりのチャンス、大切な魔法をここで使ったんだ。願い事に悔いはない、自分のため邪魔をうだけ、世界中が誰かのため、願いたら一つになれる。微笑みは愛の夜明けだ。星投げ、カウント、コメント、ギフトありがとうございます。感謝、大感謝、ありがとう。願い事の持ち腐れ、魔法なんか欲しくはない。叶えたい夢は多いけど、本当の願いは何か見つけられたなら幸せ。願い事の持ち腐れでした。ということで、2つ目の枠始まりました。残り10分です。ありがとう。まあね、みんな星集めで投げてくれたりしてるかなっていうのがあるので、ちょっと歌っていこうかなと。まあね、あんまり歌わなかったからね、なんかまあ歌ってこうかなと思っているわけでございますけれども、何がいいかな。皆さん、
ラスト2日目ですね。2日目から1日、ラストから1日前気合い入れて頑張っていきましょう。夏が終わり近づいてきますね。眩しいくらい鮮やかな真っ青な海と晴れた空、もう太陽から逃げられない、いつものグループみんなで渚で騒いだバーベキュー、あいつと彼女はいい感じだね。君と僕は仲が良すぎて冗談ばかり言ってる、真面目な顔をお互いするだけでなんだか恥ずかしくなる、ハッシュタグ好きなんだ僕はつぶやく、この胸の熱い気持ち SNS あげてみた、料理の写真ぼんやりと誰かの影、さりげなく片思い、波打ち際を歩くのは恋愛中のカップルか、空気の読めないピエロたちか、スイカ割りをしようなんてみんなで盛り上がっているけど、さあその前に片付けようか、悪いやつが僕たちのこと気づいて林立ててる、目隠しされた僕が迷ってると君の声だけ聞こえた、ハッシュタグ運命だ後でつぶやく、その時に感じたこと誰か聞いてくれ、奇跡はあるよ叫びたい今の思い、愛しさを拡散だ、ハッシュタグ好きなんだ僕はつぶやく、この胸の熱い気持ちリプライ、君からだスイカの写真、空振りの僕が写る、大好きな人と会う、大好きな人と会う、ありがとうございます、ありがとう。この枠が終わると6時42分からでございます。はい、あっという間ですね。6時42分からはカウント枠になりますので、お星様は貯めていただいてっていう感じですね。5位まであと50万3740ポイント、なかなか厳しいけれども、諦めないで、みんなで力を合わせて頑張っていきましょう。頑張ろう。明日のタイムスケジュールをどうしようか悩んでるんですよね。インスタでね、今質問箱で、明日
何時なら配信見れるっていうのをやってるので、ちょっとよかったらそれに送ってください。まあ朝は多分早めで、朝はやっぱそのお仕事前に見られるって方が多いから、まあ、朝昼夜長めで、カウント枠だけ毎回やるとかそういうの感じになるかもしれない、もしかしたら。ちょっと全然わかんないんだけど、そこのところをねよろしくお願いいたします。残り4分です。あーちょっと BGM は流しとこう。BGM は流しときます。そうなんですよ、明日はね7時59分までなんですよ。だからそうなんだよね短いのよね。だからどうしようかなって思っているところでございます。やっぱ最終枠を3週にするのがいいかな。でもさ、最終枠を3週にするには最終枠を3週にするのはねもったいないんだよね、正直な話すると。だって配信夜できる、夜配信できるのに1時間分損しちゃうじゃない、3週だとね。だからもう1時間ごとに長めの配信を1個ずつやるかって感じかな。最終枠何分ぐらい、45分とかでいいかな、短いこれじゃ。なんてこっちないんだろう、なんだろう、うわぁ、何これこうすけ。どんなもんかな、長めって45分ぐらい45分だと長い、ちょうどいい、こんぐらいかな。40分、45分、50分、1時間30分以上か。30分だと短いぐらいだよね、多分そうだよね。40分、45分とか。オッケー、ちょっとまた組み直してみるわ、タイムスケジュール。そろそろお腹空いたからご飯食べようはい、ということでね、まあこのこの白服はこれで見納め、次の服に着替える、うん、のでよろしくお願いします。ということで残り1分半でございます。しまおう、ギフトありがとうございます。本当にまだ諦めないよ、みんな。まだまだいけるか、やれるかできれば今日ちょっと3位争いに食い込みたいよね。50万ポイント今3あるんだけど、できれば食い込みたいよね。頑張ろう。ということで壇上読みます。13位ナチュラルさん、12位芝の上でだれるうさぎさん、11位トシさん、10位越後大福さん、9位フレットさん、8位突破球さん、7位むっちゃんさん、6位大仏くんさん、5位高明さん、4位ケイさん、3位鈴人さん、2位ひろしさん、1位昔からおじいさん、ありがとうございます。ということで次は6時42分からのカウント枠でお会いしましょう。またね、ありがとう。この枠はちょっとしかないのであんまりお話できないけど、
よろしくお願いします。カウントみんなできたかな、カウントできたかな。残り1分30秒ぐらいです。ありがとう。ね、カウントもね、まだまだニックネームでかいんだよな。ちょっとアップデートすればいいのかな。こんばんは。カウントね、来たかなみんな。コメントしていただけたかな。残り1分だよ。できた？ありがとうございます。ありがとう。自白は7時44分からでございます。1時間後です。よろしくお願いいたします。皆さん、それではギフトもありがとう。それでは皆さん、また明日、また明日じゃない違った。それでは皆さん、また1時間後、またね。ありがとう、ギフトありがとう、コメントお星様ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。いや、もうもしね、朝おはよう以来の久しぶりの私だとしたら、みんなびっくりするんじゃないかな。ね、みんなめっちゃびっくりしちゃうよ。よし、みんな絶対びっくりしちゃうよ。ありがとうございます。そう、もうこれはもうコスプレメイクの要領で、目とかね、よいしょ。ありがとうございます。すごい、今も少しで多分5万ポイントぐらいサーチ陣だかも。すごい、ギフトありがとう。あ、クマタワーありがとうございます。書くね。え、ちょっとそう、さすがにね、さっきね、体力の限界が来てさ、気づいたらね、寝てたんよね。座ったまま座ったまま寝てたのよ。だからちょっと声寝起きなんだけど、ありがとう、またはありがとう、ありがとうございます。熊田はありがとう。
ありがとう。よいしょ。ギフトありがとう。疲れて目が赤く、ね、疲れて目が充血して青くなってるわ。もうカオスすぎる。そうでもなんか白目が赤いかもっていうのさっきさママに言われて、あマジかと思って。そうか充血してるかと思って。ギフトありがとう。今何分だ。今はあ待ってスタートできてない。待ってなんで困った。59分までタイマーがスタートできてなかった。ショック。今みんな2周目しに行ってくれてるかな。窓のカーテンが何も透けていたか、僕たちのプライバシー。ピッと押したつもりだったんだけどな、止まっちゃってたかな。ね、明日のタイムテーブルはまだちょっと調整中ですね。残り8分かな。こんばんは、ありがとう。そういえばね、喋ってなかったけど、今日9月2日は2期生ドラフト3期生と2期生研究生のねお披露目イベントから3年でございます。早いものでありがとうございます。もう3年かっていうのと、まだ3年しかやってねえのかと。結構なんかもう 4,5 年やってるようなつもりというか、なんかそんなぐらいのなんか時の流れは感じたんですけど、そっかでもまだ3年かって。ほうほうほう失礼。鼻詰まっててさ声腫れない。そうバンダイのお披露目から3年でございます。今日がなんか今年も去年と同じようにアニバーサリーの動画作ろうかなって思ったんだけど、ちょっと今の情勢的にもあってメンバーで集まる機会なくて、まあちょっとなんか怖いなと思ったので結局やらずに来てしまいましたね当日が。まあしょうがないかな。ね、あの去年みたいな TikTok の動画をねとあの楽しみにしてくださった方もいらっしゃると思うんだけど、それは今年は断念しました。まあなんかまた別の機会とかで、ね、できるかもしれないから、うん。すごいちょうどよく寂しいし、BGM だった。ね。まあでも無事に3周年を迎えることができて嬉しく思います。やった。ギフトありがとう。たくさんだるまありがとうございます。あすごい6位まで33万に差が縮まってる。さすがだ。さすがじゃ。素晴らしい。みんなありがとう。
とっとっとっと。嬉しい、ありがとうございます。みんなが頑張ってくれて。残り5分ですこの枠。そしたらこれ終わったら2時間後の枠になりますね。9時43分。もうこれもう終わりだね。もうこれも今日の終わりぐらいになるよね。もう1個あるけど、3枠あるけど、あとこれ含めてね、これ含めなかったらあと2枠ありますけども、みんな寝れてる？私は心配だよ。みんなが寝れてるかなって、ご飯食べれてるかなって、大丈夫かなって心配ではある。でも参加してよかったって思えるイベントにするってね、言ってたじゃないですか。どうですかね、皆さんにとってひと夏の思い出になりますかね、このイベントは。うん、間違いなく1週間頑張ってるもんね、みんな。朝早く起きて夜遅くまで。楽しんでいただけてるなら幸いです。嬉しい。まあこんな格好してるからそれは楽しんでますよねありがとう。ギフトありがとう、たくさんありがとうございます。残り3分です。え、目充血してる？マジ？大丈夫？そんなことないよ、これいつも通りだよ。目が青くて白いからちょっと普段よりも赤が目立つかもしれないけど、これ普段通りだよ。充血してるレベル段階としては心配しないでね。なんか1日目かなんかの時にめちゃくちゃ目赤くなっちゃって、まあ、そんな話はしたけど、まあ、それ寝たら治ったから大丈夫。うん、そうカラコン青、多分ここのこと言ってるかな。これも肉というか目のその内側で、これつけまつげです、白ので、白のねアイラインでまつげ色つけたりとかしてますね。まあ肌にも良くないと思いますけど、初めてこのつけまつげつけたんだけど、意外となんか白髪ウィッグには馴染むね。ぼんやり眺めてた、鼻詰まってる右側だけ。鼻詰まってるよ、寝起きだから。寝起きっていうか昼寝起き。まあでもやばいと思って、この枠終わったらまた寝ないとやばいかもしれないと思ったけど、そんなことなかったわ、起きれたわ。マジで気づいたら座ったまま寝てたの。だってそう一応毎回配信前のほらアラームかけてるから大丈夫だったけど、あ、すごい28番だって、ランク5位まで。すごい、もうちょっとだ、もうちょっとで追いつけるぞ。ありがとうございます。ということで残り1分になりましたので、一旦これで配信切らせていただこうと思います。壇上読みます。13位ひよりげたさん、12位 X 山さん、11位とうごさん、10位くじちいさん、9位りんさん、8位 MS さん、7位かつさん、6位マンデリンさん、5位すずひとさん、4位むかしからおじいさん、3位ひろしさん、2位としさん、1位マーセルさん、ありがとうございます。ということで次の配信は21時43分です。よろしくお願いします。待ってます。それでは皆さん、また後でバイバーイ。
よいしょ。これ変わんないな。変わらんな。変わらんな。ちょっと無駄だったようだ。よいしょ。ギフトありがとう。よいしょ。この時間はいやちょっとダサいこの時間は9時43分から星2周ですね。星2周できたらいいなっていう配信でございます。これつけるね。ギフトありがとう。よいしょ。ギフトありがとうございます。あ、熊田はありがとう。なんかね、ということでもう早いもので今日が終わろうとしてるわけでございますよ。やばいよね。結構びっくりなんですけど、よいしょ。熊田はありがとう。ありがとう。くまたばありがとうございます。ありがとう。よいしょ。よし、見逃してないかな。ありがとう、ギフトたくさん。大丈夫かな。ありがとう。よし、あ、くまたはありがとうございます。音流そうか。ちょっと殺風景、BGM がないとちょっと寂しくなっちゃうからね。ありがとう。あー、ギフト熊田はたくさんありがとうございます。ちょっと待ってね。せーちゃーばじゃー。リップ薄いかな。ちょっとリップ薄いかもしれない。ギフトありがとう。
フトありがとうございます。配ったわ、ありがとう。あ、待って目かゆいまつげかゆくなっちゃう。ありがとう、ありがとうございます。よいしょ。で、もう一方ありがとう、ギフト。ちょっと待って、アバターが見つかんなくなっちゃった。ちょっと待ってね。ありがとう。男女どこ、ちょっと更新されるまで待って。ちょっと待って、残り6分43秒です。皆さんどうですかね、2周できたかな。今多分投げれる頃かな。ちょっと明日のスケジュールはこの後やるけど、この後最終調整するけど、明日もちょ、なんだろう、結構大変かもしれないです。それでもいいですか。ギフトありがとう。あ、並び変わった。いらっしゃるかな。あれ、いらっしゃらない。え、並び変わっていらっしゃらないことないでしょ。ちょっと待って、あれあれ、じゃあ普通にアスカ書くかいや、分かってるんだよ、どなたかはね。どなたかは、あ、並び変わった。あー、よかった、並び変わった。え、違う、私の中だと今並び変わってなかったんだよ。ごめんごめん。あ、待って、出なくなったペンが、新しく買ったのに。ありがとうね。ちょっとね、やっぱタイムラグがあるのでね、ちょっと待ってね、今書いてる。ありがとうね、ギフト。あ、動いちゃった。ありがとう、くまさん、ありがとうございます。ありがとう。じゃん、ギフトありがとう。サステナブル。ちょっとね、タイムラグがあるから申し訳ない。それは遅い、なんかそう、もしかしたら反応遅いかもしれない。結構、あ、ありがとう、ありがとう、くまさんたわ、ありがとう。あ、すごい、さっきまで70万ポイント差あったのに今もう53万だよ、戦闘力。よいしょ。あれ、53万だったっけありがとう。この馬描くの大変そうだよ。そうね、こんな顔怖いことあるっていう馬しかできる。
よいしょ。ありがとう。ありがとう。そう、私の戦闘力は53万ってやつね。ごめんなさい、私ドラゴンボール全然知らないんですけど、本当にネットの知識だけなんですけど、今言ったのはよく聞くなと思って、ちょっと53万って言うと戦闘力だなって思っちゃいました。ありがとう。あれ、スクショできなかった？はい。ギフトありがとうございます。たくさん。残り1分45秒か。じゃあそろっと壇上に入らないと。ありがとう。いで、あ、53万から41万に行きました。ありがとう。え、なギフトたくさんありがとう。ありがとう、嬉しい。あ、でも頑張る、明日も頑張るよ。わ、なんかめっちゃすっごっ。ありがとう。ありがとう、みんな、いい、すごい。ちょっとタイムスケジュールまず頑張って考えますね。最高のやつを作るわ。今んとこ予定だと、人が集まらそうな時に長時間、それ以外は1時間ごとに細かくやっていこうと思ってます。だから参加できる方はそこ参加してねっていう形になるかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。壇上読みます。13位ベロさん、12位鈴人さん、11位順次さん、10位日和下駄さん、9位東吾さん、8位突破球さん、7位奇跡の左足のりさん、6位みずほさん、5位ひろしさん、4位昔からおじいさん、3位としさん、2位まるちゃんさん、1位エルトさん、ありがとうございます。ということで、じゃあ次の配信は11時45分からです。皆さん最後の2週よろしくお願いいたします。本日最後のね、はい、ということでまた後でお会いしましょう。またねー。これからもずっと。あ、これでちょっといいか。こうすればなおいいかな。あのね、黒がないとね、すごい顔が暗くなっちゃうのよ。だからちょっと黒要素を入れたいんだ。よし、なんかちょっとかっこいいカーテンみたいになっちゃった。こんばんは、今日も一日お疲れ様です。本当にお疲れ様です。ありがとう、一緒に走ってくれて。まだ明日あるんですけど、まだ明日あるんですけど、一緒に最後まで走ってくれますか。もうね、あれよ、もうなんかあれよ、不安よ、やっぱね、言ってしまうと不安ですよ。なんかこんだけみんなが頑張ってくれてるのに、なんか全然結果残せなかったらどうしようとか、もうその初日からずっと思ってたし、そう、もうそれはもうずっと思ってるんだけど、でも私がね、そうやって輪に入ってちゃダメだしね。その今回その挑戦したいって思ったことに悔いがないように最後までしっかりやりきらないとって思っております。あ、ギフトありがとう。よいしょ。なので最後まで走り切るし、まあみんなにはよかったらついてきてほしいなって、ついてきてくれたらなって思ってます。熊田はありがとう。書くね。あと今日はお披露目から3周年ということで、ちょっとツイッターやり損ねてるんだけど今。
か3年間やってあんまり自分でなんていうのかな、こうみんなにいわゆる恩返しができるような状態になくて、もともと私がショールームでイベントじゃなくてなんていうの、ショールームのオーディションで1位で、それでこの NGT に加入できたって言っても過言じゃないので、あれがなかったね、私入ってなかったかもしれないから、だからそのきっかけがあってさ、それでもなんていうんだろう、入ってからも別にめちゃくちゃ、じゃあなんかいろんなテレビ出たかって言ったらテレビ出たことないし地上波の音楽番組出たことないし、みんなになんか活動を見せられてるかって言ったらそりゃね、なんか公演とかあるだけ、もちろん恵まれてる方ではあるんだけれども、ギフトありがとう、ありがとうございます。ギフトありがとう。なんかね、だからさ、まあ悔しいのよ正直、何もできて、なんか3年間ただこう NGT という名前では活動してるんだけれども、なんかそうだなあ、熊田ありがとうございます。いつの時だったか忘れちゃったけどさ、言った通りで、あ、やば、もうちょっとホワイトボードがボロボロになってきちゃった。熊田さんね、ありがとう。本当言った通りで、私別にアイドル向いてないなってずっと思ってるわけ、今もそうなんだけど、別にそれがマイナスな意味じゃなくて、もう本当にただ純粋にアイドル向いてないんだろうなって、なんかこのイベントに出るのもすごく悩んだわけ、みんなに無理をさせるのが私本当に嫌だから、それを見て私はその頑張ってくれてるから私も頑張ろうって思えるだろうけれども、それ以上に何か違う感情が勝っちゃうんじゃないかなと思って、いやもうこれ以上無理させてられないとかさ、なんかだから今もその気持ちはあるのよ、もうなんかね、別に悲観的な意味じゃなくて本当ただ純粋にね、ありがとうクマ3連、ありがとう、ありがとう、まあ、悲観的な意味じゃなくて本当にただ純粋にみんなに無理してほしくない、辛い思いしてほしくない、でもこれを辛い思いじゃなくしたいっていう思いもやっぱあって、何もなんかできてないからさ、私別に NGT にいる意味ないんじゃないかなってもうずっと思ってるわけですよ、ずっと思ってて、なんか本当にうん、なんかいてもいなくても変わらないというか、私が目指していた唯一無二っていうのに程遠いというか、だって何もできてないから、だからいろんなことやったりしたけど、なんかなんて言ったらいいんかな、難しいな、もうあんまり時間がない中で深い話をするのもあれだったけど、本当にありがとう、ありがとう
全然そもそもあのそもそもの話が自分がなんて言うんだろう、自分が自分のことを自信なくて好きじゃないから、だからなんだろう、結局本当に改めて振り返ってみて3年間はね、何も残せてないなって思ったのよ。なんか別に歌唱力とかあるけどさ、歌唱力しかないのよ本当に。なんか別にでも歌唱力で3位取ってもさ何も変わんなかったじゃないですか。知ってくださってくれる方は増えたけど、グループで何も変わらなかったから、私それが本当に悔しくて、ありがとう。まあ、だから歌唱力だけじゃないよっていうのを見せたくて今回そのエントリーしたっていうのももちろんあります。それはまあ言ってた通りなんだけど、ただのね毎年1回歌ってる子っていうだけだったら NGT 入ってる、 NGT 入って何がしたかったかって分かんなくなっちゃうから、ありがとうギフト、ありがとうね。でも改めてなんだろう、6日間やってみてまだ明日もあるけど、まあまあもちろんまだ諦めてないし、まだ諦めてないし、なんかこの前ちょっとチラッと言ったけど、その歌唱力って孤独な戦いだから、なんかみんなと協力してなんかこう頑張るみたいな、そういうのじゃないから、なんかすごい心細いって言ったらあれだけど、まああんまり実感がなかったものを今回そのイベントに参加することによって、いつも応援してくださってる方はそばにいてくださってるなっていうか、なんていうかな、こうたくさんの方がそばにいて応援してくださってるなっていうのが改めて初心に帰ってオーディション以来改めて深く感じることができたので、そんなね優しいみんなの気持ちを無駄にしたくないから、もう明日も最後まで走り切ってできれば上位リランクインしたいなって、まあ可能であれば1位なりたいけどね、もちろんありがとうギフト、ああすまん、いやちょっとなんかね花粉かな、花粉か分かんないけど、なんかちょっと花粉みたいな感じでさいや全然ねつもりはなかったっすよ。なんか改めて頑張らなきゃなって思えたから、
ありがとう。明日もよろしくお願いします。ツイッターの方に、スケジュール投稿したのでよろしくお願いします。ちょっと細かいんだけど、まあ、それぞれアラーム設定するとか、私もあのツイッターで開始時刻とか毎ツイートするつもりなのでよろしくお願いします。明日朝5時15分から配信です。私も頑張っておきます頑張っておきます。どうぞよろしくお願いします。笑顔で終われるように、どっちに転んでも笑顔で終われるようにやりきりましょう。よろしくお願いします。ということで男女読みます。13位ゆたかさん、12位メロさん、11位たかおいちゃんさん、10位とうごさん、9位ひよりけたさん、8位まるちゃんさん、7位奇跡の左しのりさん、6位こしいぶきさん、5位とっぱきゅうさん、4位しんいちさん、3位としさん、2位ひろしさん、1位昔からおじんさん。早くてごめんね。ありがとう。また明日。それでは皆さん、また明日。おやすみむらー。